フォンドボーのスパイシービーフカレーっていうことはちょっと洋風なのかな。あ、洋風だ。あ、でもちょっとスパイシーだから両方感じる。欧風カレーの良さと、はいはい、インドカレーのスパイシーがいいとこ取りしてる、はい、うん、これはね、いろんな人に馴染むと思う。あ、そう。これ嫌だって人ほとんどいないと思う。生から中辛ぐらいで、ええ、癖がないですよね。癖がないのにあのコクがある。あ、3辛5まであって、はい、だから中辛ですね。いいですねこれ。どっちかとライスに、うん、こっちライスのもある、うん、あ、これ美味しいね。あ、いいですか。じゃあまずははちみさんこれ暫定1位。これかなりうまいねこれ。じゃあ続いて、い、大したもんだよね。プラウンマサラエビのクリーミーカレー。あ、僕これ好きなんだよね。エビの甘みとココナッツミルクの濃厚なコク、カレーリーフの香りが特徴です。南インドのシーフードカレーをお手本にしました、うん、これ大好きなんですよ僕。あの、行きつけのインド料理屋さん行くと必ずこれ頼むんです僕。これチーズが入ってるのかなこれ。なんだったこれ、これなんだろう。あ、違う、タケノコだ。うまいね。あ、これうまいね。これもうまい。あ、そうですか。いや、売れてる、わかる。へえ。無印良品さんすごいな。ほとんどお店と同じ味ですよ。すごいな。2022だと人気ランキングで3位です。いや、そうでしょうね、これ。これは何も合うね。うん。うん。このココナッツミルクが効いてるから。タイ料理好きな人もいけますね。ほう、うん、うまい。それで言うと今2つ食べましたけど、あ、暫定1位。暫定、やっぱこっちから癖ないね。あ、こっちの方。これこれ、うん、はい、これは、うん、じゃあ今のところ2位で、うん、美味しいけどね。で続いてが、はい、うわ、バターチキンですよ。これはね、王道なんですよ、インド料理のね。3種類のトマトを使って酸味と甘みを引き立て、ギーっていうのはあの植物用の油なんですよね。でカシューナッツでまろやかにして、これも2なんだ。かあ、ちょっと、あれ、普通のバターチキンと違うな味が。うん、トマトが強い、いつも、ね、あの普通のよりも。へえ、うまいな。いやー、大したもんだな。うまいな。僕よ、しょっちゅうインド料理屋さん行ってんだけど、はい、インド料理屋さんのカレーよりも若干日本人の舌に合わせてアレンジしてますね。そこがね、素晴らしい。今のところ1位がフォンドボーの。いや、これ参ったな。これうまいな。これフォンドボー抜くかな。フォンドボーが2位で、こう、こういう感じですね今のところ、はい、どれも美味しいですこれ。まあ一応ランクつけてるけど、もう僕のは関係ないですよ。もうあの、皆さん自分でやってください。これどれもうまい今のところで。だから映画の評論家もそうなんですよ。映画の評論載ってるじゃないですか、雑誌に、はい、あんなの当てになんないから。あ、ください、その人のあれなんだから。来た、カレーキーマ。ちょっと見た、キーマカレー好きなんですよ僕。ニンニクと生姜の風味が効いた。ひき肉にガランマサラ加え、香り高く仕上げました。これ北インドですって、ちゃんと書いてあるの。北インドのキーマカレーがお手本ですって。だからお手本にしながらもアレンジしてますよってことなんですよ、はい、ここは素晴らしい。あ、こう、ひき肉ですか。ひき肉好きな人にはたまんないですねこれ、はい、うん、こう日本人向けにアレンジしてあります。うん、これもうまいな。でもこれはここですね、4。最初の3つ相当強いですよこれ、ベスト3。西城秀樹、郷ひろみ、野口五郎って感じ。差し詰め4位は誰だ。4位は田川陽介。
これまたグリーンカレーですね、これ。はい。おお、これはどっちかというとタイですよ。これ激辛じゃないですか、5ですよ。じゃあ一番辛いやつですね。青唐辛子の辛さとレモングラスのハーブ、ココナッツミルクのコクが特徴のタイカレーですっても名乗ってます。現地の味をお手本に鶏肉とタケノコ袋だけを入れて仕上げました。これちょっと辛そうだな。あ、でもこれね、あ辛いわ辛いけどね、この辛さと味とチキンが合ってる。でもこれね、嫌な辛さじゃないのよ。だから加賀まりこさんにちょっと注意されてるって嫌じゃない、あの人すぐ忘れてくれるから。キャイン事件ってのありましたからね。これちょっとやっぱり特徴が強いんで、はい、これほんと好きな人が好きっていう感じ。うん、あのちょっと辛い。だから人気ランキングでは2位です。そうです。だから蒙古タンメン好きな人はこれも大好き。あ、またチャレンジャーそう。はい、次は続いては、おうちのこだわりポークカレー。隠し味に塩麹やリンゴトマトを使ったまろやかでコクのある味とマイルドな辛さが、家で作ったようにゴロッとした具材感に仕上げました。これやっぱり家のカレーだから辛さ2なんですよ。うまいね。やっぱり相当研究してますね、このスタッフさんは。このゴロッとした感じ、ああ。これうまいね。これほんと万人向けだわ。ああ。じゃあ意外に子供さんもいける感じですか。いや、いけますね。昔おふくろが作ってくれた日本のおふくろのカレーにちょっとインドを少し。これうまい。へえ。これいけますよ。ああ、これいい。あ、じゃあまさかの御三家に。これ3位入りますね。3位かな ?2 位かな、まあ、後でまたちょっと決勝。はい、結晶したいですけど。あ、これうまいな。じゃあプラウマさん、うん、エビのクリーミーカレーは一旦4位、うん、そっちよりもあのこっちのお家の方が食べやすいんですよね、あの日本人は。はい、はいはい、続いてはカレーマッサマー。かっこいい。マッサマー、ピーナッツのコクと鶏肉の旨味が特徴の、あ、これもタイカレーですね。シナモンやナツメグなどのスパイスとココナッツミルクを生かしました。濃厚でマイルドな味わい。これやっぱり同じタイカレーだけど、マッサマンのさっきのグリーンカレーは5だったんですけど2ですね、辛さ。マイルドな感じですね、あの菊池桃子さんみたいな感じあ、本当だ、マイルドですか。マイルド、これうまい。あ、これうまいぞ。うまいけど3社に比べるとオーソドックス感っていうかな。はい、うん、でもうまい、相当うまい。ココナッツ好きな人は結構上だと思う。まあでもこの3人ちょっとやっぱ来ましたね。暫定3位には、暫定3位にはちょっと。でもこれどんどん多分うまくなってるのかもしれないし、わかんないな次がですね、あ、これだ、クリーミーバターチキン。これがね、インドカレーで一番皆さんが食べるやつですよ。バターの香りを引き出し、生クリームで濃厚な仕上げにしました。クリーミーな味わいのバターチキンカレーです。これお手本にしましたって書いてないもん、ドーンと。だからもう直すことはないと今1位のバターチキンとちょっとまたクリーミーが加わってるんですね。うん、あれバターチキン入ってます。はい、ここ今、安倉さんこれ今1位です。あ、そうなのあ、これがね、俗に言う皆さんがあのインド料理屋さんで食べるバターチキンですね。あ、これうまい。でもこれうまいんだけど、はい、やっぱり1位はもっと日本寄りなんですよ。あ、うん、バターチキン対決しましょう。これは今関根さん1位の、完全に好みだねやっぱちょっとやっぱ確かに違うんですか、味は。全然違う。こうですね。おう、あ、1位が転落ということですね。そうそう、まず何も知らなかったから1位になっただけで後から来たのうまいわ。芸能界の歴史を見てるみたいだね。
後から来たやつに抜かれて、これしょうがないよね。じゃあこのクリーミーは芸能人でいうと誰になるんですかね。あ、クリーミーバターチキンはもう皆さんに好かれてますからね。はい、所ジョージさんっていう。あ、じゃあもう万人受け、万人受けますよ、柔らかいしね。さてこれがチキンペッパーフライだ。何このフライって、ゴロッとした鶏肉をブラックペッパーの辛みが特徴のソースと合わせました。具材が中心の南インドの料理がお手本です。どんな感じでしょう。うお、あ、辛さは書いてない。書いてないですか。辛さは関係ないって感じ。柴田恭兵さんですよ。関係ないね、辛さは関係ないね。チキンペッパーフライだね。70歳超えてまたドラマやるよ。危ないでかですね。危ないでか。相手は俺です、舘ひろしです。おお、あ、な、切れ味ある。これはね、切れ味がありすぎる。これは本当に好きな人が好きっていう、あのスパイスがすごく強いから、はい、そっち系が好きな人は個性が強すぎる。この本田博太郎って感じ。出ました、牛バラ肉の大盛りカレー。男性のちょっといっぱいご飯食べる人、まあ、今女性もいっぱいご飯食べる人いっぱいいますからね。これ200でしょ、はい、これ180でしょグラム、はい、これ180グラムなんですよ。300ですもん。あ、じゃあもう倍ぐらいの、だからもう4割5割5割増しじゃないよ、7割増しとか。え、牛肉のうまみを炒め、玉ねぎの甘ねぎを生かし、数種類のスパイスで奥行きのある辛さを仕上げました。この奥行きのある辛さはもう国村淳さんだ。もう地獄でなぜ悪いで俺もう痺れたのよ。そしたらこの間ブラックレイン見たら若手で出てたんですよ、はいはい、あの20代で。で俺絶対年上だと思ったら俺より若かったんだよ。あ、そうなんですか。すげえショック受けて。めちゃめちゃ重厚な役やってますもんね。なんであんな貫禄があるのかなと思って。さてこれですね、これ最後に優勝候補出てきましたよ。奥行きのある国村淳さん。あ、はいはい、うん、あー、いけるね。あ、子供なんだね、舌が。辛いんですか。あの甘みがあんまりないの、はあ、さっぱり系なんですよ、はいはい、だからこれはちょっとさっぱり系好きな人は。なるほど、はい、でこの3つをもう一回食べてですね、はい、あの順位を決めたいなと思うんですけどね。キングオブコンクと同じ決勝決勝のネタです。この間サルゴリラが抜群だったからね。決勝、これ予選1位の、うん、予選1位のホンドボウ。あ、やっぱりね、これね、ちょっとご飯に合わせないとね、またね、はい、これだけ食べちゃダメなの。うん、やっぱりご飯に合うね。あ、でこれはね、何なんですよバターチキンは。バターチキンはどっちでもいいんだけど、まあどちらかというと間違いないね。うん、うん、うまい。これもご飯なんだよね、あの、ああ、おかえり、はい、うん、あの家のカレー、いいと思います。これでやっぱりサルゴリラが予選から1位で決勝もこれだけどね、他のカレーもめっちゃうまかったからね、はい、うん、で結局はあれですよ、僕のなんか信用しないでくださいよ。ただ言ってる意味わかるわとかね、はいはい、でも私は違う、僕は違うでいいんで。じゃあということで1位はホンドモーのスパイシービーフ。これはね、うん、さすがですよ、あのいいとこ取りしてる、あのインドと欧風の、はいはい、綾瀬はるかのアクション映画って感じだよね。あ、
綾瀬はるかは可愛いのに、はい、アクションも見せてくれる、はい、じゃあもう敵なしですね、そうなっちゃうと。これクリーミーバターチキン本当にね、こう優しいね、本当に優しい優しい。だから吉永小百合100作目への映画って感じこっちから吉永小百合さんもう日本人が好きなっていう、はあ、誰もがヒレ伏す、うん、そう。こっちはね、やっぱりバターチキン入ってますからね。これあれですね、ちょっとやっぱりインドの女優さんが日本に来て日本映画に出てるって感じ。あ、ちょっと上品な中に、上品な中にね、エキゾチックな感じですね。そうそう、今いらっしゃいますよね。そうなんですよ、はい、僕いろんなその、まあ、女性がもう本当好きで、いろんな国 の、 その映画とか、はい、見るんですけども、まあインドの女優さんが一番エキゾチックっていうの、はい、こう彫りが深くて、はい、目がバッチリしてて、はい、でまあ踊るから、ダンスもするんで、まあ、はい、その体のキレもいいんですけど、はい、やっぱインドの女性のその美しさっていうのは独特なね、うんうん、もうそれは日本や中国の人も綺麗だけど、まあヨーロッパも綺麗なんだけどね、はいはい、うん、だからこれすごいですね、見事に分かれた、はい、そうですね、これちょっと欧風、はい、インド、はい、これ家庭日本風、はい、あ、そうですね、研究してますね、大したもんだな無印さん。まあ、今回こういうランキングだったんですけど、はい、また関根勤ランキングも、ああ、そういう意味でまたいろいろな、いや、はい、お願いします、ありがとうございました。